d ィーモは、レイアークが開発した、スマートフォン用音楽ゲーム。2013年11月14日に、iOS 版、同年12月28日に、Android 版、2014年4月17日に、au スマートパス向け、アプリ d モ m o 4 a u が配信された。音楽ゲームとしては珍しく、ストーリーが用意されている。ある日、ピアノを弾く、謎の人物。 ディーモの元に空から少女が落ちてくる。ディーモはピアノの音色によって伸びる木を成長させて少女を元の世界に戻そうとするというストーリーである。プレイヤーは画面奥から流れてくるノーツを画面下にあるラインに合わせてタップしていく。黄色のノーツはなぞることでも演奏成功となる。正しいタイミングでタップするとチャーミングヒッツ。少し外れるとヒッツ。 大きく外れるとミスとなる。ミスしても途中で楽曲が終了することはなく、必須性効率65%以上でクリアとなる。プレイ終了後の評価に応じて木が成長する。楽曲は最初は1曲しか選べず、木の成長や追加楽曲パックの購入により増えていく。参加アーティストは主に台湾の人物だが日本からもゲーム。 ファイナルファンタジーシリーズの BGM 担当者である、植松信夫が率いるバンド、アースバウンドパパスや、メタルバンド、地獄カルテットのギタリストである、小林真一、アーティスト集団のミリーが参加している。一部の楽曲は本作品と、同じクレイアークが開発した、サイタスのアレンジ版となっている。各楽曲にはそのバックボーンを表すイラストが、設定されている。 開発期間は1年、開発人数は7人。世界観はエグゼクティブプロデューサーのミンヤンがほぼ一人で作っており、ディーモというタイトルはミンヤンの頭の中で最初に閃いたもの。音色にピアノが選ばれたのは、人はピアノを弾きたいという潜在的な衝動を持っているというミンヤンの考えによる。2015年6月24日には、 プレイステーションビータ用ダウンロードソフト D もラストリサイタルが配信された。アプリ版と比較し新規楽曲を追加しているほか、ストーリーがフルアニメとして再構成され、アプリ版のその後のストーリーを描いた後日談を収録。主人公の少女の声を竹立彩菜が担当している。さらにアドホックモードを選択することで二人で対戦や競争を行うことも可能である。 2017年9月21日には、フライハイワークスより、ニンテンドースイッチ版が配信された。2018年2月16日に、楽曲追加パッチバージョン1.1が無料配信され、楽曲24曲とコントローラー操作モードが追加された。これにより、TV モード、テーブルモードでのプレイに対応した。その後も、断続的に、 楽曲追加パッチが無料で配信されている。10月には一部の楽曲が、Nintendo l a b ットの、ピアノトイコンでの操作に対応した。2019年11月21日には、3D リメイク版となるプレイステーション4用ソフト、D も、リボーンマイナスが、アンタイズより発売。また、2020年9月4日には、Steam 版が発売され、同年12月17日には、 ニンテンドースイッチ版が発売された。配信から1ヶ月弱で20万ダウンロードを記録している。ダウンロードは日本からが一番多く、次は韓国、アメリカ、中国、台湾の順である。配信以来、2014年10月現在700万ダウンロードを記録している。アップストアでは100カ国以上の音楽ゲームカテゴリーで1位を獲得している。 d m o 4 a u は2014年にその年に AU スマートパスでリリースされたアプリから選ばれるベストアプリ賞のゲーム部門を受賞した。ゲーム部門の選考対象は全427アプリ中210アプリと最多で本作品は実績やユーザー反響などが評価されての受賞となった。d m o は概ね肯定的なレビューを受けた。 スマートフォンゲームレビューサイトタッチアーケードは4.5の星を与え、アートスタイルと精緻なストーリーが綺麗に合わさり、簡単に機能する全体的なプレゼンテーションを作り上げたと評した。コタクでは感情のスペクトラムを伝えるストーリーを称賛、ミュージカルシアターのリズムゲームのようなそれにふさわしいサウンドトラックを伴っているとした。D もラストリサイタルはファミ2クロスレビューで8。 8、9、8の33点でゴールド殿堂入り。レビュアーはグラフィックと音色が絶妙にマッチ。独特の世界観を醸し出している。競争、対戦、後日談といった新要素が嬉しい。物語がアニメーションになっているのがいい。両手引きができるインターフェースが秀逸。マルチプレイの連弾ができるのがいい。リズムゲームパートは世界観に埋没する手段として、 完璧とした一方、奥から流れてくるノートがパッと見でリズムがわかりづらいなど改良が必要な点がいくつかあるとした。Apple App Store 台湾で独立系開発部門のベストオブ2013にノミネートされた。Google Play 台湾の論説でベストゲームミュージックと呼ばれた。プレイアブルソングのアイレースザドーンはゲームミュージックオンラインの2013年ゲーム。 ミュージックアワーズのボーカルテーマ賞で優秀賞を受賞した。ディーラストドリームマイナスは、ちょ、僕一治練、挿絵、ガラス、原作、レイアークインクによるノベライズ。ポニー、キャンブックスにて2015年12月3日に発売。ISBN 978から4から865291612、ディープレリュードマイナスは、シナリオ、藤崎純一、コミック。 庭春樹、原案、原作、レイアークインクによるコミカライズ。月刊コミックゼロサム2021年5月号から連載中。2021年9月25日発売、ISBN 978から4から758036573、D も桜の音あなたの奏でた音が今も響く対話、は、シグナル MT とプロダクション IG の制作によるアニメ映画。 2020年完成予定で公開日は未定。ニューヨークで2019年11月に開催されたイベントアニメ NYC2019 の中で行われたパネルディスカッションにおいて、レイアークの CEO である有名アゲより制作発表が行われ、2021年3月28日に正式タイトルが発表された。D もラストリサイタルに関するカテゴリー、D も リボーンマイナスに関するカテゴリー。D も桜の音あなたの奏でた音が今も響くタイに関するカテゴリー。ありがとうございます。